今日の続きが明日になる、そんなことの繰り返しが人生という旅。毎日頑張らなくていい、夢をポケットに詰め込んでゆっくり歩いて行けばいい。自分のペースで、そうして春の日の風のように、夏の白い雲のように、自由な旅人雪も、冬の静かな雪も。